はい、ご視聴ありがとうございます。トロピー大塚です。いや皆さん、闘争対戦のスタンダード環境ちょっとデッキ多すぎですよね。前回紹介したジェスカイフレンズもかなりプレインズウォーカーデッキによって入ってるカードが違ったりして、うわそれ入ってんのかみたいな、そういうこともよくあると思うんですよね。そこで今回はですね、このトロピー大塚一押しのデッキがあるんですね。その名もミドタウンストンピー。とにかくこのデッキは使いやすくて、最近マジックを始めたっていう方にもおすすめのデッキになってます。ではまずはデッキリストを見てみましょう。ミドタンと言いましたが、正確にはミドタンタッチ赤の構成になっています。赤の要素は強撃脅威のみです。クリーチャーの格闘家トークンの生成ができる分割カードになっています。動機としては序盤からマネレーションの高いクリーチャーを展開してライフを詰めていきます。特に1ターン目のラノワールのエルフから鉄用のチャンピオンにつなげる動きは強烈です。さらにはこのデッキの切り札、パワータフネスともに12、しかもトランプル持ちの化け物クリーチャー原初の上ガルタは、まさに一撃でゲームを決めてくれる頼もしい存在です。赤緑のクルールビートダウンとの違いは、よりパワーとタフネスの高いクリーチャーを多く採用している点です。その分器用さでは劣りますが、打撃力は現スタンダードでも最高峰です。それでは早速対戦やっていきましょう。それでは対戦よろしくお願いします。初手はのし気味歩きビビアンと出して、他のクリーチャー探しますか。キープします。ドローはガルタ、ここはランドセットで終了します。相手はグリクシスカラーですね。ではのし気味歩き、おっと5者5人で除去されてしまいました。グリクシスコントロールですかね。次は多滅の竜ニコールボーラス出てきそうな予感がしますね。さあここはビビアン出します。一応ボーラス用にクロールの森打ちを取っておきたい。ここはチャンピオンを取っておきます。さあ相手はアンガスのゴルフか。ボビビアンを除去されてしまいます。続いて思考消去、チャンピオン判別されちゃいましたね。しかし安全なところにリソース確保していけるのがいいですね。さあもう一度ビビアン出してマイナス、お横尾のケロックス、もちろん追放領域で。さあ相手ターン魔性、またしてもビビアンにやられてしまいます。翡翠光のレインジャー、これなら押し気味歩きとセットで出しましょう。探検はガルタ、まあハンドにあるので墓地、2枚目は森ですね、ハンドに加えます。さあ相手ここで防御策のナーセット、マイナスで加えるのは栄心の投入。うわー、さあまずアタックします。そしてチャンピオン、さらに2枚でガルタ召喚、除去切らせたし、仮に除去できてもデロックスとガルタが控えています。とここで投了。さあ2戦目やっていきましょう。初手はお強い、2ターン目ラノエル、2ターン目チャンピオンの最強ムーブですねこれ。白ビニーですかね。さあ2ターン目もちろん鉄用のチャンピオン、パワー2以下のクリーチャーにはブロックされません。相手は平地セットから不屈の護衛を、さらにもう1体。さあドローは森、最高ですね。まずはチャンピオンでアタック、5点ダメージ、いやー一発が重いな。そして4マナ無効費のフェロックス、このサイズを乗り越えるのは難しいでしょう。おっと疑似会の裁き、チャンピオンが追放されました。まあフェロックスは普通にブロックされて止まっちゃいますからね。さあ続いてのドローは、さらにフェロックスを3体並べられそうですね。まずはフェロックスアタックします。ですがここはスルー、
ではこちらはテロックス2体目。さあ相手は警護されるロクソドン、全体強化してきました。ターンもらってテロックス2体でアタック。さあロクソドンブロックしますが残りライフは3。さらに盤面固めます。ラノエル出して3体目のフェロックス。相手は軍団の上陸、全体強化はなし、エンドですね。さあフェロックス3体でアタック。ここはマストブロックなのでクリーチャーの数を減らしてもらいましょう。フェロックスは2体の相打ちになりましたが、フェロックス1体になったので効果起動、能力を失わせてビビアンリードを出します。マイナス能力で異次界の裁きを破壊、チャンピオンを返してもらいます。さあ相手のターン、異次界の裁きでチャンピオン追放、ですが同僚ですね。さあミドタウンストンピーいかがでしたでしょうか。改めてデッキリストを見てみましょう。鉄用のチャンピオンや無効皮のフェロックスは早いターンに出したいカードですね。フレンズオーカーも一撃で倒せるパワーなのが今の環境をとても重宝します。それだけでなくパワーの高いクリーチャーはガルタの召喚を助けてくれるので、どんどん打点の高い盤面を作れます。またクロールの森内もガルタと相性抜群です。場に出た時の効果でパワーが上がるのでガルタのコスト軽減に一役買います。クリーチャーが除去された開始の戦線の立て直しにも最適です。そしてリソース補給と展開のサポートに野獣の擁護者ビビアンを採用しています。ミドタウンストンピンは闘争対戦以前は全体除去も多くちょっと息切れしやすいデッキだったんですけれども、ビビアンのおかげで後続のクリーチャーを用意できるのでその不安も軽減されました。クリーチャーに瞬速を付与するのもこういうパワーで押し切るデッキらしからぬ隙のない展開や意表をつく動きを可能にするのでとても強力です。次はサイドボードにおすすめなカードも紹介します。燃えガラズタはかなりおすすめカードです。相手がクリーチャーでない呪文を唱えるたびに一定のダメージを与えるエンチャントです。また1マナプラス生贄でアーティファクトかエンチャントを破壊、さらにそのコントローラーに2点のダメージを与えます。コントロールデッキにはクリーチャー呪文がほとんど入っていないので勝手に相手のライフが削れていきます。また牢獄領域や軽野の誓いを破壊できるのも優れたポイントです。そして魔術透明金もフレインズオーカーが多いこの環境に有効なカードです。手札を見てその後カード名を指定してその起動型能力を封じるというアーティファクトです。手札を見れるのでカードの指定を外すリスクを減らせる上にゲームプランの組み立てにも役立ちます。また出物と軽く色物も不要なのが採用しやすくていいですね。闘争対戦でフィーチャーされているプレインズオーカーも楽しいですが、でかいクリーチャーで殴るのも爽快感があって最高です。ミドタウンストンピーぜひ組んでみてください。というわけで今回はここまでになります。よろしければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。